前回驚異的なメガドラタワーのパワーアップの前にスーパーファミコンタワー、スーファミタワー、残念ながら圧倒的差で負けてしまいましたが、さあこれで黙っている王者なのかな？スーファミではありません。さあ当然ね、下にドッキングするマシンがあります。はい、前回残念ながらね、メガドラタワー驚異的な進化の前にスーファミタワー負けてしまいましたが、ついにですね、このサテラビューをドッキングさせてさらなる高みを目指していきたいと思いますけども、さあまずサテラビューの上につくのはスーパーファミコンですね。残念ながらジュニアとかニュースタイル SNES はドッキングできません。なので初代スーファミを持ってきましたけども、さあ次につけるのは何かというとですね、こいつです。紫色のあいつ、 X バンドというものですね。まあこれで通信対戦をした人は結構いるんじゃないかなと思うんですけども、こいつはですね、さらに上にカートリッジを刺すことができます。でカートリッジを刺さずに高さを増すためだけにですね、アダプターを突っ込んできました。この辺ちょっとなかなか戦略的でしょうかね。結構早くも高くなってきました。そして来ました、スーパーゲームボーイ。単なるスーファミのカートリッジでは高さが増せないと思ったか、スーパーゲームボーイを持ってきてしまいました。ということはさらにカートリッジを刺すことができちゃいます。少しでも高さを得ようとポケットカメラですね、ポケットカメラ、これはどうでしょう、結構な高さになりましたよ。もう一度1段目サテラビューから見ていきたいと思いますけども、サテラビュー、スーパーファミコン、 X バンド、何でしょう、アダプター、スーパーゲームボーイ、ポケットカメラという感じですね。早速メガドラタワーの時にも使った高さを測るやつ、高さというか距離を測るやつなんですが、こいつを使ってね、高さを測ってみたいんですが、さあどのぐらいの数値が出るでしょうか。見えません。数値が読めませんよ。ちょっともう一回やり直してほしいかなと思うんですが、聞こえてるかな。あ、映りました。あ、動かしちゃうとメモリがチカチカ動いちゃうので、カメラですよ、カメラ。そうカメラを上に上げてですね、もう一度、ちょっと傾きましたね。危ない、倒壊の危機です。あ、メガドラタワーを超える、ついに40センチオーバーですね。どうでしょう、2センチ、42センチぐらいですね。約43といったところでしょうか。せっかくなんでちょっとね、全体像を眺めてみたいんですが、まあこんな感じで結構ねカートリッジ系が刺さっていますので細長いんですよね。ただ思ったよりもしっかりとつながっているかなと思いますけども、いやーこいつは高い、43センチ弱ですけども、こんなゲームどうなんでしょうか。で当然ちょっとね、メガドラタワーと比べないと意味がないので比べてみたいと思います。メガドラタワーの時は36センチぐらいでしたけども、どうでしょう。さあ、早くも抜かれてしまった。スーファミタワー、やはり40数センチは伊達じゃないといった感じでしょうか。いやー
バランス的にはですね、スーファミタワーの方が倒れてないかなと思いますけども、うん、ちょっとね、メガドラタワー真ん中にスーパー 32X を持ってきてしまった関係上、少し反ってしまっています。では今回のスーファミタワー、どんな感じで組み立てていったかというとですね、まあスーパーファミコンとサテラビュー、この2台と、そして純正品ではないんですが X バンドと、もう一つアダプターですね、こいつも純正ではありません。そして傘を上げるためのスーパーゲームボーイとポケットカメラといった感じですね。まあ他になんかあるのかなと考えたんですが、ちょっと今のところこれぐらいしか思い浮かびませんね。はい、いかがだったでしょうか。スーファミタワーでしたけども、まああんまりね、見かけたことがないような感じですけども、あんまりやる人がいないのかなと思いましたけども、まあこの第4世代のハードって、まあなんでしょうね、最後のこうドッキングメカが多かった世代ですよね。せっかくなんで、これら3大巨大ハードをですね一堂に会して戦ってみたらどうなのかというコメントもありましたので、まあ、ぜひね戦わせてみたいと思いますが、どうなることやら。